にちは。エルフだけを使ってメイクをしてみました。こんな感じで髪型も終わりました。ピアスもつけて、はい、メイクはこんな感じで。こんにちは、アジーンです。今回はコメント欄でリクエストいただきましたメロンパンのスクイーズに挑戦してみたいと思います。メロンパンの模様をつけていきます。イエローを混ぜて全体に着色します。そして色を塗っていきます。パワーエース速乾アクリアを塗ります。どうも、アイリスラーメンの山口です。こちらの自動炒め機でポップコーンを作ったらどうなるのかという実験です。オリーブオイルを少し、ポップコーンの種をちょっと入れてきます。まず火をつけます。はい、火がつきましたね。均等に火が通るように回転していきます。これでね、2分間回し続けるわけですが、いい感じにできてない？失敗だ。皆さんこんにちは、カナダです。じゃあこちらのスイカの中に TNT 入れて吹き飛ばしたいと思います。じゃあこの中に入って、何？ TNT 敷き詰めて吹き飛ばしてくださいって。しょうがない、やってやる。はい、というわけで一応このように TNT を詰めましたので爆破していきたいと思います。じゃあいきます。3、2、1、5。怖っ、これ重くさに、重くなりそう。うわー、羊が、牛さん大丈夫か。もうやば、スイカはもう残ってないよ。あ、スイカの後のすらない。今日はね、なんと、タコを作ってみます。でまずね、ゼラチンをボウルに11袋。ネタさんも入れてね。はい、溶かしてきました。はい、見せてあげて。こういう形で、わはは、ぐらいの切れ目をカッターで入れたいと思います。これはちょっとパパがちょっとやってあげます。漏れないようにしっかり貼ってください。あー、犬がいる、アンカリ、リリリ、あげます。できました。なんで穴開いたの？なんかこう、うまい切り方ないのかしら。基本的に全部薄いです。やっぱりね。